皆様こんばんは。3月の21日午後6時51分を回ったところでございます。ビットマン TV のお時間でございます。このチャンネルではですね、仮想通貨関連の最新重要ニュースや、あとはチャート分析を通しまして、皆様の資産を10倍、100倍、1000倍にするようなお手伝いをさせていただきたいと思っておりますので、ぜひともチャンネル登録よろしくお願いいたします。はい、それではですね、本日祝日火曜日のね、配信を行っていきたいと思いますけれども、今見ていただいている画像、キレッキレでございますね。ありがとうございます。ありがとうございます。このおばちゃんのこのキレッキレの腰の動き、見てみてください。よろしくお願いいたします。はい、私、ビットマン TV がね、先ほど9時間前にもこのキレッキレこの、わかりますよね、上半身と下半身のこのバランスの違い、ここを皆様にね、やっぱり今日はお届けしていきたいということで、ツイッターの方で引用リツイートさせていただきました。よろしくお願いいたします。もうね、謎の動き、ロープの上から落ちないおばちゃん、絶対に落ちないんです。このね、足がカタ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 って左右にね、揺れまくっている、これ、後ろでね、拍手している男性、どういった気持ちで見ているのか、多分ね、私これ目の前で見ていたら間違いなく、失礼かもしれないんですけれども、爆笑でございますよ。よろしくお願いいたします。もう絶対に落ちねえぞ、みたいなね、形になっているわけでございますけれども、まあ、このおばちゃんの、ツイートをね、やっぱり今日のメインとして締めくくっていきたいなと、今始まったばっかりなんでございますけれども、締めくくっていきたいなというふうにね、思っている、それぐらいの気持ちでございますよ。まあね、始まったばっかりでございます。よろしくお願いいたします。で、いかがお過ごしでございますか、皆様。私、ビットマン TV が住んでいる地域の方では、ちょっと雨がね、ぐり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 土砂降りになっているわけでございますけれども、なんか、今週一週間は、天気がね、崩れているような状況らしいでございます。で、明日はね、ビットマン TV とメンタルマネージャー、あちらね、生配信の方でも、皆様の方にね、こう見せましたけれども、メンタルマネージャー改め、マメオでございますね。マメオが、空豆をね、大量に持ってきてくれたということで、明日はバーベキューをね、していこうかなというふうに思っているわけでございます。雨でも、私のお家の方には屋根がパリッとついております。当たり前です。お家の屋根はついてるんですけど、ベランダの屋根ですね。そちらはパリッとね、ついていますから、やっぱりこうね、雨が降っていても、BBQ はできるということで、ここは元気よく行きたいなと。で、あとはね、今週土曜日、ビットマン TV ね、あちらで、これ大丈夫です。話入ってきます？このおばちゃんのね、もうキレッキレの動きで、もしかしたら話が入ってこないかもしれませんけれども、今週の土曜日はね、ビットマン TV、イタリアの方に10日間ぐらいね、まあ、行ってくるということで、ちょっと旅行に行きます。ですから、ちょっと配信がね、できないかもしれませんけれども、今皆様に見ていただいているこちらのツイッターの方でね、まあ、イタリア情報というものをちょこ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 流していこうかなというふうには、思っているところでございますので、ぜひともぜひともね、よろしくお願いいたします。で、タブレットをね、もしかしたら持っていかないかもしれないんですよ。ですから、配信するにしても、もしかしたらこう、前みたいに YouTube でね、あ、よくね、YouTube じゃなかった。あれです、スマートフォンの方で、収録して配信するかもしれませんから、その時はちょっと画像がね、またこうちっちゃくなるかもしれませんけれども、まあ、持っていけばね、普通にタブレットの方で収録して配信いたしますから、ここはね、よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにも、ちょっとビットマン TV、4月の前半ぐらいまで、かなりね、いろんなところを動きまくっておりますから、忙しいような状況になっております。もしかしたら、配信の方でね、ご迷惑をおかけするかもしれませんけれども、ここはね、ご了承いただければと思います。もう、キレッキレでございますね。ありがとうございます。このおばちゃんの、もう、真顔見てくださいよ、これ。どうなっちゃってんのみたいなね、ことですよ。わかりますよね。逆にこの動き、もうガンガンしてるんだから、まあ、ウエストとかね、かなり細くなっているのかなと思いきや、やっぱりここは、そこまで、まだいわゆる到達はしてないというところですね。ちょっとこうね、やっぱりお腹のお肉をこう、携えながら、この華麗な動きをしていくというところに、やっぱり意味があるのかなというふうに思っているところでございますから、別にウエストが細くなくても、これぐらいキレッキレの動きがね、できるんだということを、やっぱり皆様には認識していただきたい。私今ね、最後疑問形になりましたけれども、いただきたいというところでございますから、ぜひともいいでございますか？やっぱりこうね、もしかしたら、こう、まあ、男性でもそうでございますけれども、まあ、女性でもね、そうでございますけれども、やっぱりこう、ダイエットをね、まあ、こうしていこうかいなというふうに思っている方がいるんであれば、ぜひともね、皆様の、このルーティンワークの中に、このおばちゃんのロープの上での動き、これをやっぱりこうね、取り入れてもらいたいと、痩せるかどうかはわかりません。おばちゃんこれぐらい頑張ってるのに、普通に痩せてないです。ごめんなさいね、失礼かもしれませんけど、痩せてるか痩せてないかで言ったら痩せてないと思うんですよね。ですから、効果が出るかはわからないけれども、こういう動きを繰り返していると、効果が出てくるかもねというところでね、認識していただけたらというふうに思います。よろしくお願いいたします。まあね、上に行きましょう、上に行きましょう。さすがにね、私の話が入ってこないでしょうということで、次。はい。エバードームが、バーンをね、ドーム、通貨ドームをバーンしたということで、ニュースにも上がってきている。そして、やっぱりね、今日のトピック、メイントピックもう一個ありますからね。まず一つ目のトピックもこれでしょう。
WBC でございます。皆様 WBC でございます。見ましたよね。見た方多かったんじゃないかなというふうに思うんですけれども、明日の午前8時にアメリカとの決勝があるということで、今日のね準決勝メキシコ戦やばかったっすね。やばかった以上、もうまさかまさかの9回裏逆転勝ちということでね、もうやばかったですよ。もうね巷では村上様と、言われておりますけれども、村上選手でございましょうか。もともとね、日本代表の4番だったわけでございますけれども、ちょっと不調に次ぐ不調でね、打順が5番にこう移行されたというところで、逆にねこう最後の最後持ってっちゃったよねみたいな、本当にもうすごかったね。もう家の中ビットマン TV タクでももう大盛り上がりも大盛り上がりでございましたよ。日本決勝進出本当におめでとうございます。やっぱりこうね、7回裏とか8回裏かな、あのあたりでどうなのかなと、ちょっとこう諦めていたね、方も多かったんじゃないかなというふうに思ったんですけども、何の運命か9回裏クリーンナップステアと、あちらね3、4、5、3番ね、大谷選手のバッティングから始まって、もう2塁打がパリーンと出てからの次がフォアボールだったかな、で1、2塁でございますよね。1、2塁はい、そしてからの5番ね、5番はい、ノーアウト1、2塁でございます。ここで村上様が一挙にね2点を取るタイムリーヒットを放ちまして、4対5で負けていたのが、6対5でね逆転勝ちということで、もうものすごかったですね。やっぱりこうね導かれているんでございましょうか。あそこがねやっぱりこうあれですよ、大谷選手から打順が始まっていったというところが、やっぱりこうね日本代表持ってんだというふうにねやっぱり思いましたよ。明日の決勝アメリカ戦朝8時からビットマン TV 当然でございますけれども、もうね応援しまくりますよ。よろしくお願いいたします。で復活しちゃいます、やっちまいます、スポーツベットありがとうございます。ビットマン TV が勝てると負けるからやめとけっつうね、声がちょっと聞こえそうな形にもなっておりますけれども、スポーツベットちょっとやってみようかなみたいな、日本勝っちゃうんじゃねえのかなこの流れみたいなね感じで、かけたお金が、戻ってきたら嬉しいなみたいなね、増えて戻ってきたら嬉しいなっていうふうにね、思っている、もう目がトローンってなっておりますけれども、ちょっとこうねそういったところにも噛みていこうかなと。やっぱりより一層熱がねバーンって入ってくる。もうね最強でしょ日本代表、これ以上最強なチームないんじゃないのぐらいね、やっぱり最強でございますから、もうこれはね優勝する、やっぱこう流れになってますよ。2023年の WBC 日本代表が最強説やっぱありますよね。どう考えたってこれは優勝の、いわゆるビクトリーロードがね、今日のこの9回裏の逆転ですよ。この9回裏の逆転でもうね流れが完全に日本代表にグイーってね持っていかれたはずで、やっぱり今まで不調だった4番のね元4番のやっぱ村上様が打ったことによってチームの雰囲気が多分、ね、一気にガラーって変わってると思うんですよ。さらにエンジンがかかってるんじゃないかなっていう風にね、やっぱりビットマン TV 思っておりますから、決めました、やっぱりやりますよ。私ビットマン TV スポーツベット行っちゃいます。よろしくお願いいたします。よろしくお願いいたします。ここはねスポーツにお金絡めてんじゃねえという風にね言う方もいるかもしれませんけれども、ちょっとここはね、やるかやらないか分かりません、はっきり分かりませんけど、見てみようかなぐらいね思っておりますから、ここはねよろしくお願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。その上が、なんかね、ドラゴンボールの、全人類サイヤ人化プロジェクト。というものがね、ちょっとこうツイッターで流れてきておりまして、私もちょっとリツイートしてやってみたら、すぐ来ましたよ。ラディッツもらったという形でね。で、あと一つが、こちら。はい、ビットゲットさんの方で、スペース ID というね、新しい通貨、ID という通貨がイノベーションゾーンに上場をするということでございますね。入金開始が3月22日、19時から。で、取引とあと出金に関しては後日発表ということらしいので、一応ね、これ、気になる方はね、気にかけておいてください。詳細も貼っておりますから、ここ押していただけたら。で、イノベーションゾーンって何なのっていう感じですけれども、上場の、お試し上場みたいな感じかな。これがイノベーションゾーンっていうところです。で、これなんでお試しなのっていうふうにね、思う方いるかもしれませんけれども、やっぱこう、上場、お試しでさしてみて、例えばね、取引の量であるとか、そういったものをね、言ってしまうと、加味して、60日後、2ヶ月間は見ますよと。で、2ヶ月後に、もう一回、再審査して、それで、こう、取引高とかがある程度一定のねラインを超えていったら、正規上場みたいな形になるのかな。だから言ってしまうとお試し上場みたいな形になるわけでございますけれども、ID という通貨がね、上場いたしますので、ここはね気にかけておいてください。で、あとはこちら、この ARB ね、こちらのメガイベントを開催中で、今日の重要ニュースでも取り上げますけれども、この ARB がね
ある取引所に、上場が決定したということで、これね、もしかしたらね、今後大盛り上がりを見せてくるかもしれないので、一応これ、ARB の情報に関しては、メガイベントに関しては、ツイッターのトップの方に貼っておりますから、固定しておりますからね、ここに関しても詳細をね、貼っております。見てみてね、くださいということでよろしくお願いいたします。入金イベントが3月23日から、で、ステーキングが3月30日からということで、段階的に、熱いイベント、だからビッグイベントみたいな形で捉えられているよと、ARB という通貨ですね。で、あとね、まあ、もし、この ARB、まあ、ARB を取引したいなとか、さっき言ったスペース ID ね、こういったものを取引したいなというふうに思う方は、ビットケットさんのね、アカウントをお持ちでないとできないわけでございますけれども、ここ、ビットマン TV のね、先物手数料が 30% オフになる、リンクは貼っております。ビットマン TV 専用でございます。もしね、ビットケットさんのアカウントをお持ちでない方がいるんであれば、ぜひともぜひともね、こちら、パートナー .bitget という、このビットマン TV 専用のね、リンクご活用いただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。世界の取引所、もうビットケットにね、なっておりますから、まあ、海外取引所の中では、まあ、本当に1位2位を争うぐらいね、作っておいてもいいんじゃないかな、というふうな取引所に今となっては、なっておりますので、ぜひともぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。一応、先物手数料 30% オフは、ビットマン TV のこの専用のね、リンクをご活用いただかないと適用にはなりませんから、運営の方で作ると、招待コードがね、入っていないような状況になっております。この貼ってあるビットマン TV 専用のリンクであれば、もう招待コードは入っているような状況になっておりますから、そこからもうね、メールアドレスとかパスワードを設定していただけたら、もうどれくらいかな、1分くらいですぐ作れるようなね、状況にはなっておりますので、もし運営の方で作るんであれば、さっきも言ったように、空欄になってるんで、その際はね、このコードを BYAI というコードをね、ご自身でちょっと入れていただかないといけないような形、ちょっと手間取るような形になるかもしれませんけれども、もし運営の方でね、作るよというふうに思う方がいるんであれば、ぜひとも入れていただけたらなというふうに思います。それがめんどくさい方はね、こっちのリンクの方で、押していただけたらもう直接ね、入っているような状況になっておりますので、ここも合わせてね、よろしくお願いいたします。ここですね、招待コード、紹介コードというものが、もうすでに入っているような状況にはなっております。で、行きましょう、行きましょう。おばちゃんのキレッキレのね、画像からも始まっていったということで、今日の内容は、まず3つなんですけれども、もうね、メイントピック、さっき言いましたね、トピック、トピックスかな、もうメインのトップトピックスが出てきました、皆様、とうとう来ました。はい、こちらでございます。はい、とうとうね、やっぱりこう始まっていったなと、いうことですね。やっぱりこう伝説の号泣会見、私ビットマン TV がね、やっぱりこう皆様にお届けしたじゃないですか、号泣会見を、覚えてらっしゃる方もね、多いんじゃないかなというふうに思うわけでございますけれども、野々村議員様でございますよね。この野々村議員様のあの伝説の記者会見、はい、私ビットマン TV が、全て再現をさせていただきました。よろしくお願いいたします。そのね、動画自体は結構昔にあるので、ちょっとかなり遡らないといけないんですけれども、ここね、もし探せる方がいるんであれば、もう宝探しみたいな形で探っていただけたらというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。完全にぶち込んでます。はい、もう1年以上前なんですけれども、ここねご確認いただけたらなと、もうね、完全コピー、完コピで言ってます。完コピで言ってますから、ビットマン TV すげえなとね、ここまで再現するの多分お前しかいねえんじゃねえかぐらい、おそらく再現されてると思いますから、ここはね、要チェックでお願いしたい次第。で、この野々村議員が、元議員かなが、なんとなんとね、配信をしてると。で、まさかまさかのビットマン TV と同じ。もしかしたらね、野々村元議員、私ビットマン TV を見ていたかも。顔を出さずに声のみのラジオ配信。完全にこっちに寄せてきてますよね。逆に。逆に多分こっちに寄せてきてると思います。で、まさかまさかの、前ね、私ビットマン TV ほら2回やってたじゃないですか。2回に分けてと。つまり2回配信。ここもね、寄せてきてる。だから、おそらくなんですけれども、ビットマン TV のね、この野々村元議員の、完全コピーの配信、聞いてると思うんですよ。その他の、いわゆる要素、ほぼビットマン TV と一緒なんで、やっぱりここはね、注目していかざるを得ないのかなっていうところは、やっぱりこう、メッセージとして、しっかり受け取りました。よろしくお願いいたします。ですから、やっぱりこうね、気になる方、やっぱり私ビットマン TV の、この野々村議員、元議員のね、やっぱり完全コピー、これを見ていただいてからの、やっぱりこう、ふわっちにて配信をするということで、気にかけていただいたらなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。もう本当の本当にトップトピックスだったでしょ？よろしくお願いいたします。で、行きましょう、行きましょう。本ちゃんに戻していきます。ここから、重要ニュースがガリガリと始まっていきますよ。まず、お一つ目。いきまーす。ごめんなさい。お二つ目ですね。やっぱりトップトピックスは、野々村元議員の、こうね、2回配信と、ビットマン TV と同じスタイル。顔を出さずにラジオ感覚で、とね、もう完全に寄せてきてんぞ、という形でね、伝説の配信。
あれやっぱりこうね、掘っていきたいなと。もしね、ビトナ TV も探すのがかなりね、時間かかると思うんで、あれ、見ている方でね、もう探せたよという方がいるんであれば、Twitter の方で、あちら、アットマークビットマン TV で、ツイートしていただけたら、私、リツイートしますから、よろしくお願いいたします。はい、リツイートいたしますので、よろしくお願いします。ご協力をね、よろしくお願いします。で、行きましょう、行きましょう。二つ目ですね、こちら。はい、海外ニュースの方ですね、行きまーす。大規模な投資家が、立法ちゃんでございます。4億2000万トークンを備蓄するにつれて、リップルクジラの数が増加しているとデータを示していると、今リップルね価格にそこまで影響ないんですけれども、ひっそりと集められております。よろしくお願いいたします。行きましょう。はい、XRP レジャーのクジラの数は最近増加し、大口投資家が暗号資産をね積極的に蓄積している時期に、おそらくだから今蓄積している時期ということらしいですよ。おそらくリップルとアメリカの間の法的戦いで有利な結果をねやっぱ予想しているということですね。証券取引委員会、まあ、海外ニュースを日本語にしてるんでちょっとね変な日本語になっておりますけれども、まあ言ってしまうと、リップルとね、裁判やってるじゃないですか。あそ SEC がね、あそこの証券問題でやってると思うんですけども、あそこが XRP 有利な方向に傾いていって決着していくんじゃないかというものを予想していると。で、人気のある暗号資産アナリスト、アリ氏が最初に共有したオンチェーン分析会社、センティメントのデータによると、 XRP レジャーには50の新しいねクジラアドレスがありまして、1000万から1億のリップルを保有しており、記事執筆時点で380万ドルから3800万ドルの価値があるというところらしいですね。だから新しい50のクジラが増えたということでございましょうかね。で、暗号通貨の大規模な投資家はクジラが大きな価格変動の準備をしていることを示唆する蓄積傾向ですと。で、過去1ヶ月間で1億5500万ドル相当の4億2000万の新しいトークンを蓄積したとアナリストは付け加えたということですね。だから4億2000万リップルが、まあ、購入されたと、蓄積されたと。で、クリプトグローブが報告したように、機関の暗号通貨投資家は、暗号通貨、暗号投資製品が記録的な流出を見ても、今月初めに、ソラナと XRP へのエクスポージャーを提供する暗号通貨投資商品への賭けを引き上げましたということでございますね。で、ソラナへのエクスポージャーを提供する投資商品は、40万ドルの流入を見たと。で、XRP へのエクスポージャーを提供する投資商品は30万ドルの流入を見たということです。だからソルが、これはこれでまたまたソルも40万ドルの言ってしまうとこう流入を見たと、資金流入があったということですね。で、 XRP は30万ドルの資金流入があったと。ビットマン TV も一昨日あたりからね、ソラナソルを、今エバードームからソルに切り替えて買い集めのフェーズにねグリ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 入っているわけでございますけれども、上がってほしいなというところでございます。 XRP はねもともと持っておるところでございますからね。で、いきましょう。ポリゴン、マティックのマティックもね、投資商品として10万ドルの流入をまあ見ているということですね。で、これは暗号製品が記録的な2億5500万ドルの純流出を見た1週間の間に、このソル、そして XRP、 そして、マティックに関して言うと資金の流入があったというところでねニュースが上がってきております。で、いきましょう。続き、リップルの最高法務責任者の方、スチュアート氏がアメリカでの最新の判決を説明した後、XRP は好調に推移していると。で、リップルに対する、証券取引委員会 SEC の訴訟により、彼はリップルの勝利の可能性についてこれまで以上に自信を持っているということですね。で、アナリサ・トーレス判事は最近 SEC とリップルの略式証言を略式判決から除外するというリップルの概念に関する57ページの判決を発表し、アルデロティの信頼を助けたと。で、 SEC はリップルが XRP を未登録の、まあ、証券ですか、セキュリティとして販売していると非難をしているため、訴訟の結果は XRP の価格と暗号通貨の業界全体の将来に大きな影響を与える可能性が高いですと。で、リップルのホームチームは XRP のユーティリティ、そして流動性及び流通は証券規制と両立せず、セキュリティにラベルをつけるとその存在理由を直接損なうと主張をしておりますということで、まあひっそりとね、 XRP もそうですし、ソルもそうですし、マティックもそうなんですけれども、買い集めがね、まあ言ってしまうと行われているような状況にはなっているのかなというところがありますから、まああんまり日本のニュースではねこういったもの流れてきませんので、一応海外ニュース特有の、ものでございましょう。気にかけておいてもね、やっぱり当然いいのかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。今価格がめちゃめちゃね、まあ言ってしまうと最高値からかなり安くはなってきておりますから、
後々のね、上昇を期待して、うん、まあ、本当にこういった時期っていうのはね、仮想通貨の真夏だとビットマン TV はね、思っておりますから、こういった時に、自分の資産をね、やっぱりこう、いろんな通貨に投資をして、後々の上昇をね、やっぱこう待っておく。うん、それが重要なことかなと、上がり出したらね、やっぱり焦って買っていってもどうしようもないですし、そういったところを含めると、今はちょうどいいね、買いの時期にはやっぱりあるんじゃないかな、というふうに思いますから、意識をね、しておいてください。はい。で、次行きましょう。次はこちら、先ほどね、ビットマン TV のツイッターのトップに貼っておりました、ARB という通貨ね、ビットゲットさんの方で、大胆なメガイベントを売っておりますけれども、この絡みがあるので、ARB がね、いい調子で、もしかしたらパリーンと跳ね上がっていくかもね、というのは、ちょっと思っているところ。バイナンスさんの方でも、ARB が上場予定ということで、ニュースに上がってきておりました。いきまーす。暗号資産大手、バイナンスは、イーサリアムのレイヤー2、アービトラム ARB のね、新規上場を決定しましたと。で、ビットコイン建てと USDT 建て、テザー建てとの2つの通貨ペア提供で、入金時間は、日本時間3月23日の21時30分ですというところでございますね。そういった見込みと。で、取引の開始時間は、同日26時になる予定ですということですね。で、また、バイナンスからの引き出し予定日は24日26時と設定をされていると。で、アービトラムは、ARB ですね。ARB トークンのエアドロップ予定を、先週金曜日に発表しましたと。で、ARB はアービトラムのガバナンストークン、DAO による運営となるということで、このね、ARB が大手、まあ、最大手ね、今は当然トップでございますけれども、バイナンスさんの方にも上場見込みということで、ここ、さっきも言いましたようにね、ビットゲットさんの方でも大胆な、イベントを打っております。ローンチプールでしょうかね、ローンチプールであるとか、入金イベントであるとか、もう一回ちょっとこう、グッと見ておきましょうか。こういった形でございますね。はい。ローンチプール期間が今まだやっておりますよ。で、入金イベントが23日、ステーキングイベントが3月30日。詳細がある程度出てきているかな。今、ステーキング、いわゆる、プールね、ローンチプールに関して言うならば、ステーキングトークンが変わっているんですけれども、今の段階でいくと3月の21ですから、GNS がステーキングトークンとしては開始された。うん。BGB はもう3月17日から始まっておりますから、これね、いろんな通貨を対応させているということで、ちょっと見てみてください。で、あとは3月24日かな ?24 日から入金イベントが開始ということで、報酬がね、これ BGB になるのかな?一番右側に報酬って書いてありますけれども、ARB を入金したら BGB でボーナスがもらえますよと。で、あとはアービトラム、ARB のステーキングイベントが3月30日に行われますから、まあ、これはね、ビッグイベント、メガイベントとしてね、捉えておいてもいいんじゃないかなというふうに思いますので、ぜひともぜひともね、ご活用なさってみてください。よろしくお願いいたします。はい、それでは本日のご案内、そして重要ニュースは以上となります。そして行きましょう。本日のチャート分析、パパフーパパフーパパフー、パワー、よろしくお願いいたします。お願いいたしますと、一旦その前に時飛ばし、はい、それでは再開していきたいと思います。チャートはビットコイン、イーサリアム、あとはクワント、そして XRP、 最後締めくるのは XDC でいきたいというふうに思います。よろしくお願いいたしますよ。では行きましょう。早速行きましょう。 7% しかないんでね、サクサク行きます。ビットコインですね、ただいまの価格が 28,000 と35ドル付近をね、推移しているような状況でございます。このね、ビットマン TV が入れているこの青い帯帯は、一応ね、高値を結んだラインから、上の方ですよ、高値を結んだラインから、平行にね、こうグッと下ろしてきた、上昇の平行チャンネル的なものがね、まあ今示されているわけでございますけれども、安値自体はね、ぐんぐん高い値をキープしながらぐーっと上がっておりますから、特にね、この上昇の平行チャンネルの形をね、ついているような下落はまだ起こっていないような状況にはなっておる次第でございます。 OK でございましょうか。で、ちょっと行きましょう、アップしていきましょう。この4時間足で見ていきましょうか。で、先ほど言いましたように安値はね、どうですか、3月の17日先週の金曜日から、さらに勢いを増してね、安値をぐーっと高い位置でキープした状況で、今同型パターンがね、ちょっとこう作られているようなところ。うん。だから、この3月の、ごめんなさいね、14日、はい、3月の14、15あたりと、この3月の18日の高値を結んでいったところをね、ぐーっと伸ばしていくと、今回のね、高値付近と被っているような状況で、そこから下落をぐーっと始めてきて、今まさにこのね、高値を結んだライン、頭を押さえつけられていたラインを今4時間足レベルで突破しております。だから今の値位置で確定をしてくれるんであれば、もう一段上、もうちょっと、28,600 ドルから3万どうでしょう、1700ドルぐらいかな。この辺りが一つね、レジスタンスのかなり強力な多分岩盤ゾーンとして機
機能してくると思いますので、その入り口の28,600ドルあたりぐらいまで金額をもう一回伸ばしてこれるかどうか、抜けていったとしてもこれ一応ね、こう高値を結んだラインのこの青い帯帯のレジスタンスライン29,100ドルぐらいかな、このあたりで一回ね、やっぱりこう押されてくる可能性がありますから、28,600ドルを抜けてきたと思ったとしても29,000ドル前半ぐらいで押されて、騙し上げみたいな形で落ちてくる可能性があります。ですからここは一つ注意しておきましょう。 OK でございましょうか。で、明確にね、この高値を結んだラインだから、この、29,100ドルかな、ここを抜けていければね、ピンクの帯帯の上端値31,600から700ドルぐらいまで迫るような上昇がね、見ていける可能性がありますけれども、まあそこが一つどうなるか、最終的にはやっぱり32,000ドル付近かな、この31,700から600かな、このあたりを抜けていけばもう次なる展開、目標価格はさらに上がって42,000ドルあたりをね、やっぱりこう試しに行くような動き、雲の上端値が待ち構えておりますから、このあたりぐらいまで金額を伸ばすような形でガリッとね、大きく動いてくる可能性がありますので、そこは期待をね、込めていきたいところでございましょう。で、安値をね、今ね、ぐーっと上昇の平行チャンネルの中で安値をね、ぐーっと切り上げているのは、やっぱりこの1時間の雲が結構機能しているなーっていう感じがね、印象としては見受けられるところでございましょう。一回ガリッと上がっていってからのズリズリとね、調整が入っていって、また今回も一緒ですよね、ガーンと上がっていってグリグリと調整が入っていってという形、ただ1時間の雲で下を支えられてもう一回反発してきてる。逆に言うと、それを加味するならば、この1時間の雲を割れ込んでしまった状況で、まあ確定をねしてしまう。だからまあこの今回つけた安値、このフェーズの安値、27,300ドルあたりをもう一回割れ込んでしまうと、下落としてね、意識されて26,300、上昇の平行チャンネルの下端値を試しに来るような形で、落ちてくる可能性がありますので、そこはね注意して、トレードねしていきましょうということで、よろしくお願いいたします。まあとにもかくにも、今1時間足でははっきりとね、この高値を結んだこの同型パターンとしては、高値を結んだラインを明確に上にブレイクしておりますから、直近高値のね28,500ドルであるとか28,600ドルであるとか、このあたりをね攻め込んでいく今初動にね、入りかけておりますよっていうのはお伝えさせてください。無効となるのは、さっきも言ったように27,300を割れ込んでしまうと、まあ下手するとこのね短いサポートライン、だからもう雲の形とほぼ被ってますけれども、27,500ドルあたりを割れ込むと、もうちょっと嫌な雰囲気が多分流れてくると思いますので、チャレンジロングインしたい方は今ぐらいからロングインして27,500を割れ込んだら、明確に、1時間の雲も下割れしてしまいますので、ちょっと損切り対象のね値打ちになるかなというふうに思いますから、ここはねよろしくお願いいたします。損失を抱えたくない方は27,500ドルを割れ込んだら損切り、目標価格は28,600ドル、500から600ドルあたりを目標価格としてね、まずは分割利確ポイントとしてはやっておくのがベストで、抜けていったとしても上のヒゲをつけて、この上昇の平行チャンネルのレジスタンス29,000ドル前半あたりでは、ちょっとまたまた分割利確をした方がいいかなというふうに思いますので、ここもね、一つよろしくお願いしますよ。だからまあ500ドル幅500ドル幅ぐらいで、ちょっと利益確定みたいな形で分割でね、ちょっと戦略を練っていくのがベストでしょう。さっきも言ったように、下に落ち込んでくるんであれば27,500を割れ込んだらね、損切り対象となりますので、ここはねよろしくお願いします。同型パターンでいくんであれば、もう一段上をねついてくれればなと。で、あと一つがちょっとこう煮詰まり感もあるのかなというふうには思うんでございますけれども、やっぱりこうね4時間足で見たらちょっとはっきりわかるかな、MACD 線とのやっぱりこうダイバージェンスを起こしておりますから、あとはねやっぱりこう上がっていってはいるんですけど、調整としてはかなり浅いんですよね。だからそこが気になるんですよ。調整レベルの下げとしてはかなり浅いので、こうもしかしたらね本格調整が入ってくるんであれば、さっきも言ったようにこの上昇の平行チャンネルの下端26,300ドルぐらいまで調整が入ってきてもやっぱりおかしくないかなというふうに思う。で、深掘るんであれば25,000ドルあたり、25,200ドルとかね、このあたりを最終守ってくれるんであれば、やっぱりかなり重要なのは25,200ドル。これは週足で見たらはっきりわかると思いますけど、逆三尊のネックラインなんですよ。だから逆三尊のネックラインを抜けてから一回押してパーンって入りますから、一回押してパーンなんですよ。で、この幅ぐらいだけ上昇していくっていうところですから、32,000とか33,000とかね、このあたりを狙っていけるような上昇がもう次の押しで、狙っていける可能性がありますので、それを待っている方も多いのかなと。それを加味するならば25,000ドル前半ぐらいまで、ちょっと大幅調整を行ってからの、ロングインを考えている方が結構市場の中には多いんじゃないかなというふうに思いますので、ちょっと押してほしいなっていう部分もビットマン TV はある。ただ次の押しっていうのは、次の下落っていうのは、まあ調整下落、押し下落として考えられるでしょうから、25,200まで落ちてきたら、これはね現物のロングインの場所としては、まあビッグチャンスが訪れてくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこも合わせてね意識はしておいてください。よろしくお願いいたします。はい、で次行きましょう。次はこちら行きます。行っちゃいます。ビッツコインがキングならイーサリアムはクイーン。
ーンでございます。肝、よろしくお願いいたします。お願いいたします。いきまーす。はい。イーサリアムなんですけれども、ただいまの価格$1,762を推移しているのね、状況。で、この通貨に関しても結構話は早くて、もうビットコインと同じように週足レベルでね、逆三尊の、ネックラインを上にブレイクしてきました。ですから、一回ブレイクして抜けてから、調整でまあまあ今落ちてきているところ。で、この$1,700前半、もうこの赤いラインですよね。この赤いラインをサポートとしていければ、もう一段上。はい、もう一段上の上げがね、やっぱり期待できる。で、その際は、週足の雲の形が、まあ、1000、どうでしょう。今週であれば$1,900あたりにいる。で、その後にね、やっぱりこう、去年の8月あたりにつけてきた高値っていうのがレジスタンスとして機能するでしょうから、$2,000。だから、$1,900と$2,000っていうのが、やっぱりレジスタンスとしてはかなり意識されてくるでしょうから、$1,700前半ぐらいまで落ちてきたらロングチャンスで、ロングインをして、目標価格は$1,900から$2,000っていうのを分割利確ポイントとして設定していくのがいいかなと。で、そこを抜けていければね、それこそ$3,000ぐらいまでの大きなね、上昇が狙えるフェーズ、特に雲中突入もするでしょうから、$2,000から$3,000ぐらいまでの大きな、相場がね、狙える、強気の上昇が狙えるような形になるかな、というふうに思いますので、ここはね、期待感を込めていきたいところでございます。で、まあ、週足はちょっと注目しといてもいいかな。で、今ね、頑張って、$1,700前半をサポートとしようとしているところでございましょう。レジスタンスとしてはバリバリ$1,700前半効いてましたから、ここでちゃんとね、支えが入ってくれれば次なる展開にね、入っていくでしょうから、何遍も言って申し訳ないんですけど、FX 関係考えている方は、$1,710とかね、このあたりぐらいまで落ちてきたら、ちょっと、お試しロングをね、してみてもいいかな。ちょっと勝負系のロングをしてみてもいいかな、というふうに思いますので、よろしくお願いいたします。はい、で、次行きましょう。次はこちら、行きます。行っちゃいます。皆様の、皆様の大好きなアルツのお時間でございます。私も大好きでございます。いや、お願いいたします。と、一旦ちょっと待ってくださいよ。2% ですから、一旦ちょっと充電に入ります。時飛ばし。はい、再開していきたいと思います。行きましょう。次はクワントですね。行きまーす。はい、こちら。クワントなんでございますけれども、ただいまの価格が$126.3あたりをね、推移しているような状況でございます。週足でね、結構見ていただいたらはっきりわかるんですけれども、安値はね、切り上げてずーっと来ておりますよ。で、高値切り下げで三角持ち合いをね、ぐーっと作っているような状況でございました。その三角持ち合いを今ブレイクしております。週足レベルで上を遮るようなものがないので、一応今の段階としたら、目標価格がね、まあ、このレジスタンスが結構機能してくるんじゃないかなとまたまた思うんでございますけれども、まあ、$180っていうのがね、一応設定ラインとしては、あるでございましょう。で、日足をこちら見てきております。はい。日足でもね、まあ今、週足でぐっと抜けておりますけれども、日足でも明確に今抜けておりまして、この右下がりなんですけれども、レジスタンスとして機能していたものを、今、サポート転換ね、しようとしている。3日4日連続でね、ぐーっと、このサポートライン上で推移している。ただ上が、やっぱりこう、日足の雲であるとか、中期の黄色の移動平均ね、これが、やっぱり上値をちょっとね、幅ありますけども、小幅ですけれども、上値を重くしている要因でございますから、ここをね、明確にバリッと抜けていければ、だから、$140あたりをつけてくれば、これはね、ロングインのチャンスとして捉えておいてもいいのかなと。今だからまだ、三角持ち合い上には抜けてるんですけど、ちょっと上値が重いので、FX 関係やる方は、$140あたりをつけてくれば、かなり上がね、開けてくるような状況。そういう意味で言うと、$180をね、狙っていくような安値切り上げでぐっとね、上押し上げる推進力がまたまた出てくるんじゃないかな、というふうに思いますので、FX 関係やる方は、$140超えからが、超えからがね、おすすめでございます。で、現物をね、購入したいなと思う方は、やっぱりこの、まずは、かなり効いているサポートライン付近ですよね。$100前半、$110とかかな。このあたりぐらいまで落ちてきたら、まずちょっと現物を考えてみる。もし割れ込んだら、まあ、それこそ$100ですよね。このあたりでの現物購入を考えてみるみたいな形でやっていくのがいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。週足では明確に、今ね、まあ、確定はしてないんですけどね、週足ね、抜けてるんですけれども、日足の、雲、並びに短期移動平均が邪魔になっているから、ちょっと上がね、抜けられない状況。$140超えたら、かなり上の推進力が増してくるでしょうっていうのは意識しておいてください。はい、で、次行きましょう。次はこちら。XRP、リップルちゃんをね、見ていきます。はい、ポチッとな、いきます。リップルなんでございますけれども、ただいまの価格が$0.39付近をね、推移しているような状況でございます。で、先ほどのニュースにもありましたけれども、クジラ様たちがね、買い集めをぐっと行っているような状況。リップルの、ガーリングハウス CEO でしたかね。あの方も、おそらく言ってたと思うんですけども、今年中にはね、やっぱりこう、どういった形に転ぶかわからないけれども、決着はね、やっぱりこう、ついてくるだろうということで、いい方向に流れてきたら、やっぱり当然、っていうか、まあ、言わずもがなんでしょうか。かなりの、まあ、かなりというかね、まあ、当然ね、反応は、価格に対する反応はあると思いますから、そこの上昇、
ディップルが勝てばね、やっぱりこう上昇の方に流れてくる爆発力はやっぱりありますから、そういったところを考えていくならば、まだね何も何も、うん、決着はしていないこういう時期に、ちょっと現物なりを集めて、上昇をね取っていくっていうのは後々の戦略としてはありかなというふうにやっぱり思っておる次第でございます。で、今のチャートの流れで言うならば、下落の平行チャンネル内を推移しているところ、ただ日足レベルで見るとこの200の長期移動平均線、赤と緑の200の EMA がやっぱり邪魔になってるんで、 0.4、05ドルあたりかな、 0.405 ドルあたりをつけてくれば、緑の 200EMA を超えてくれれば上が開けてきてね、 0.5 ドルを目指していくようなまずは流れになってくるでしょうから、FX 環境をやりたい方は 0.4、まあ、1ドルあたりを明確にね実態としてつけてくれれば、ロングインのチャンスとして捉えておいてもいいでしょう。 OK でございましょうか。はい、 0.41 ドルあたりをつけてくればロングチャンス、 0.5 ドルをぐーっと狙っていけるようなね、おそらく動きが出てくるんじゃないかなというふうに思いますので、そこは意識しておいてください。ただね、あとはこう FX 環境はそれで、現物で考えている方はまだね決着ついていないので、今がねまあ当然ですけれども現物購入のチャンスネッジとしては押さえておいてもいいかなというふうに思いますので、よろしくお願いいたします。下に落ちてくるんであれば、やっぱりこの下落の平行チャンネルのサポート 0.34 ドルとか、この辺りを一つ支えとしてもう一回反発できるかどうかというところがありますが、割れ込んでしまうと 0.3 ドルっていうところが水平の重要なサポート価格としてやっぱり機能してくるかなというふうに思いますので、現物をねちょっとまだ安値で買いたいなと思う方は 0.33 とか、あとは 0.3 ドルあたりっていうところで差し値をね置いていくのがベストでしょう。はい、で次いきます。今日の最後はこちら、いきますよ。 XDC ですね、バリバリ今上がってますね、バリバリ元気よく跳ね上がっております。いきましょう。はい、XDC なんでございますけれども、ただいまの価格 0.043 ドルあたりをね推移しているような状況でございます。で、何が起こってるのかなというふうに思うんですけども、かなりね昨日今日あたりで、グググッとまたさらにね、金額を伸ばしていた。で、今日なんてこの下髭ポーンですよ。かなり買いのね意欲がやっぱり相場の中で強く働いている、まあ、証ですよね、この下髭ポーンがね。で、今の価格の直上、はい、0.044 ドルあたり、この赤いラインですよ。この赤いラインっていうのが一旦ねやっぱりこう大きな強い相場を作り上げていってからのかなり強いサポートとして機能してたんです。はい、2021年の6月あたり、2022年の3月あたりでサポートとしてかなり機能してますから、これを加味するならばやっぱりサポートからのレジスタンスとして機能してくる可能性がやっぱあると。だから短期的にちょっと入っている方がいるんであれば、この 0.44 ドル、 0.044 ドルあたりもうすぐ直上です。うん、まあ、今ぐらいが利益確定としては短期的に入ってる方はですよ、いいかなというふうに思う。で、ここをね明確にバチコーンって抜けていければ、次なる展開っていうのが当然ね待ち受けている、雲中突入もしておりますから、次なるやっぱりこうレジスタンスとして考えられるのは安値切り下げて更新しておりますので、戻り高値の 0.067 ドルね、 0.067 ドルのこの黄色のラインっていうのが必ず次、うん、やっぱこう意識されてくるところだから、ここは真空状態なんで、もし FX 関係入りたいなって思う方は今はまだ早いです。うん、 0.044 ドル、 0.045 ドルあたりをつけてきてからロングインして押したところ、まあ、ここね、この赤いラインをサポートとして機能しているというふうに、日足レベル、ないしは4時間レベルで確認が取れたら、ちょっとロングインをして、この、真空状態の 0.067 ドルあたりまでの、ちょっとこう爆撃フェーズに入りますよね、おそらくね。ここを狙っていくっていうのが一つありかなと、戦略としてはね、思いますので、意識はね、しておいてください。よろしくお願いいたします。まあ、XDC もね、貿易金融通貨として、やっぱりこう、中東の方でね、注目されていく。ビットマン、どういった通貨か知りたい方は、ビットマン TV の動画、チャンネルの方に新通貨のご紹介っていうものがあります。で、新通貨のご紹介っていうね、ものがありますから、グループ分けされてるじゃないですか。で、あの中に XDC の説明は入れておりますから、それをね、見ていただけたらどういった通貨かっていうのがすぐわかると思いますので、気になる方はね、要チェックしてみてください。よろしくお願いいたします。まあ、とにもかくにもね、この安値付近で、ぐーっとね、我慢して、現物を購入していた方はね、今もう2倍以上になっておりますから、これはね、良かったことと、おめでとうございます。ということでね、次なる展開またまた期待していきましょう。はい、それでは本日のね、配信は以上となります。明日の配信に関してはやれるんであればちょっと早い時間にやろうかなというふうに思います。なるべくならまあ夕方前ぐらいね、もうほんと2時とか1時2時ぐらいにちょっと収録していきたいなというふうに思いますので、ここはねよろしくお願いいたします。はい、それでは皆様、今日ね祝日でございます。あと残りわずかでございますけれども、いい祝日をね、お過ごしください。またまた次の配信でお会いしましょう。では。